はい、ガジャマルです。6月中旬の iPhone のばらまき一括情報です。6月に入っていろいろなことが起こっています。まずは円安の影響です。今月新しい MacBook Air が発表されると同時に既存の Mac までが値上がりしました。ということはこのまま円安のままだと秋に発表されると思われる iPhone 14が出るタイミングで iPhone が値上げするんじゃないかと噂されています。ただでさえ13シリーズは高いのにこれ以上の値上げはかなりきついです。円安以外にも買取ショップの iPhone 買取価格が新品価格を上回るねじれ現象が起きています。例えば iPhone 13 Pro Max の 128GB の場合は Apple Store の値段は134,800円ですが、買取ショップの値段は155,000円となっていて、販売価格より20,000円高くなっています。こういったことを踏まえてどの iPhone を購入するか検討してください。それでは恒例のばらまき一括情報です。家電量販店はもう完全にやる気がないです。ほとんど変わりなく一括はこんな感じです。それと一括ではなく2年で返却が必要な実質1円が多くなっています。土日だと2万ポイント還元があるので2年リース・レンタルの iPhone を探している方は家電量販店がベストバイだと思います。実質1円のデメリットってほとんど見当たらないです。一つデメリットを挙げるとしたら2年後の返却時に運よく安く iPhone をゲットできるかどうかです。最悪 iPhone のセールをしていなくて定価で買うとか2年以降もそのまま使い続けて機種代を払うかになります。家電量販店で購入すべきは実質1円の2万ポイント還元の iPhone12 だと思います。6月中旬の iPhone 一括を探すならイオンなどの商業施設が一番楽です。商業施設だと大手キャリアが大体入っています。それと土日が狙い目です。こういったエスカレーター前やエントランスホールで各キャリアがイベント販売を行っています。イベント販売では家電量販店よりお得な施策がよくあります。今回もお得な施策を発見しました。 iPhone SE 第3世代の一括1円です。 64GB と 128GB が同じ1円となっています。家電量販店だと9800円と14800円なので SE 第3世代が欲しい方は間違いなくイオンなどの商業施設をおすすめします。それとは別にたまにこういったお得なのか何なのかわからないのもあって頭が混乱しそうです。イオンの商業施設のイベント販売で購入すべきは SE 第3世代の一括1円です。こちらは商業施設内のイベント販売ではなく商店街やスーパーなどでポツンとあるイベント販売です。 iPhone 13 や iPhone 12を安く狙っている方はこういったイベント販売を探してください。このポップでは iPhone 13が実質1円となっています。一括5万5000円で購入することも可能です。iPhone 12も家電量販店より安く購入できることがあります。 iPhone 12は9900円から19800円が買い時だと思います。それにポップには書いてないこともあるのでポップだけ見て終わらずに店員さんに聞くのがベストです。実際に iPhone 12の一括9900円はポップに書いていなかったです。商業施設以外のイベント販売は見つけるのがめんどくさいので時間のある方におすすめです。商業施設内のイベント販売とポツンとあるイベント販売に分けましたが経験上こういった傾向があるということです。場所によっては絶対ではないので参考程度に捉えてください。あと iPhone 13シリーズをお得に購入できるのは楽天モバイルです。激得乗り換えキャンペーンをしていて iPhone 13シリーズが最大3万ポイント還元です。ポイントは嫌だという方は楽天モバイル楽天市場店の方で最大2万円オフがあります。どちらも iPhone 13シリーズ全てが対象なので Pro Max や Pro 狙いの方は楽天モバイルがおすすめです。ちなみに2万円オフの楽天市場店の方は在庫が復活するとすぐになくなるぐらい人気です。争奪戦なので気合で購入してください。以上が6月中旬の iPhone ばらまき投げ売り情報でした。いかがだったでしょうか。もしこの動画が参考になったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。